のお年ごありがとうございます。今目薬差してます。今左目、今左目と右目に目薬を差しました。ただいま、こんばんは、こんばんは、こんばんは。私が二十歳になるまであと1週間となりました。皆さん大丈夫ですか？なんか今最近誕生日の数え方について、そうラストウィークです、今最近誕生日の数え方について自分がなんか間違ってたんじゃないかなって思い始めて、ハートありがとうございます、尊いありがとうございます。なんか当日を、今まで当日を含んで数えてたんですよ。なんだろう、今日から数える、まあ今日はもう終わっちゃうから明日から数えるとして、14151617181920ってあと1週間、あとこの20を入れて7日と取るか、もうでもさ20日になった瞬間にもう誕生日だって思ったら、もうそこはもうカウントに入れなくていいんじゃないかっていう風な考え方もできるわけですよ。今ちょっとそれはどっちなんだろうって思って、当日を含むのか含めるのかにすごく迷ってます。そう、私は今までのなんかフィーリング的にはそう数え入れてたんですけど、当日はあと0日、え、どういうこと、待って、どういうこと、当日1、2、3、4、5、6、0日含めない、含めない、含めないでいきます。じゃああと6日です。ハートありがとうございます。0日ってことはもう含めないってことですよね。まあヒーリングで、まあ、でも1日なんて変わんないですよねってことで、まあどっちでもいいです。なんか皆さんが数えてくださる時はどっちでもいいです。え、そっか、でも前日になった時にあと1日ですよね。確かに前日になるとあと、え、でもどうなるんだろう、前日、え、1日あと、でもあと1日って言わないですよね。なんかあともう明日ですよね、もう前日になったら。初のお年ごありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。まあでもね、まあでも1日ずのズレなんてね、誤差ですから、まあ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 、まあ、あと、まああと1週間、あと1週間ぐらいってことはもう変わんないですからね。やばい、どうしよう、緊張する、何もが何がやねんなんですけど、ポリッてちゃった。と1週間です。なんかさ、ショールームなんかできれば毎日やりたいなって思ってるんですけど、今日から1週間、今日から、うん、1週間できたら毎日やりたいんですけど、なんかショールームでなんかしようかなって思ってて、でも何しようって思ってそう考えずに終わった。金魚ありがとうございます、貝殻ありがとうございます。刺繍する、あ、なんかね、そう夢と話してたの、そう刺繍メタン、じゃあ刺繍なく始めていいって話してました。今夢がなんかそう刺繍をするっていう配信をしてるんですけど、じゃあ刺繍なくやるねってやんないんですけど、そうバースデーウィーク始めようかなと思って、まあでも、まあ、何をするかはまあ後で考えましょう、皆さんで、ちょっともうちょっとしてから考えます。
私は皆さんにね、その前にもうまだあんまり人がいないうちに見せたいものがあるんです。もうね、もうみんな公園とかでさ、私の公園を見た方、もう見てこのあざ見てこのあざ、ちょっと痛々しいあざ、両腕にあるんです。もうこのあんまり人がいないうちに見せようと思って、あれもうどっか行っちゃった。いや、こっち消えたかも。もう痛くない。なんか右手にも、右腕と両手に、両腕にあったんですけど、もうなくなったかもしれない。ちょっと見せるのはずい。あ、これ、あ、これだ、いてこれです。え、何があったかわかります？感知してなかった。お星様ありがとうございます。何があったと思います？誰が予想できるでしょう。 このあざを見て誰がさ、こうどうやってさつけたかってさ、よく誰が予想できるんでしょう。もう人でありが、人でありがとうございます。そう、正解はブランコです。そう、前にね、あの話したので、公園で話したし、メールでにも書いたので、まあ、もうご存知の方いらっしゃると思うんですけど、もう初めて会った人にこの技どうやってできたと思いますかって、ここの技を見せたらどうやってできたのって、もうどっかに挟まれたのみたいな感じじゃないですか。いや、私ね、ブランコで怪我したんです。みんな気をつけて、侮れないよ。子供の遊びだと思って、なんかね、侮っちゃいけない。なんかそうそうそう、人でありがとうございます。私この間公園に行ったんですよ。公園って、あの劇場公園じゃなくて公園です。子供たちがいっぱいいる公園に、まあ、誰もいなかったんですけど、その時その公園に、まあ、あのメンバーと一緒に行って、そうパークです、パークさんの方に行ったんですけど、それでブランコがあって、ブランコ乗りたいって言って乗ったんです。それで最初めっちゃ楽しく乗ってて、降りようとしたんです。あ、そろそろ酔ってきたわと思って降りようとしたらなんかズルンって、なんかお尻からジュンって落ちちゃって、そう、その時になんかここを鎖、あのこの手を持ってる鎖のところにズンってやっちゃったみたいで、あ、ミラボールありがとうございます。ノリノリやで、イエイイエイイエイふーって感じで、そう乗ってたんですけど、それ落ちて、ハートありがとうございます、タツノオトシゴありがとうございます。そう、もうびっくりよ。何これ、どういうこと。しかも落ちた時は全然痛くなかったんですよ、私。なのになんか次の日とかに腕、なんかお風呂入ってる時かなに腕見たら、え、なんか多いんだけどと。びっくりびっくりちゃんです、本当に。しかも両腕、なんかこっちの方が結構強めにいきました。こっちなんかできてるほくろみたいな。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、誰がどうやったらこんなあざできるのって感じ。でも全然痛くない、あの触れば痛いけど、普通に生きてて全然痛くなくて大丈夫なんですけど、びっくりした。でも落ちた時はなんかめっちゃ爆笑しちゃったんですけどえ、落ちたんだけどってなんかめっちゃね、私その時履いてたズボンがめっちゃなんかスルスルした素材で、めっちゃスベスベの素材だったんです。ハートありがとうございます。それでありがとうございます。金魚鉢ありがとうございます。それでめっちゃスルスルする素材で、そうツルンってなんかいっちゃったんですよね。お尻がもうポンって落ちちゃったんですよね。それでも下にポンって、でも全然なんか汚れもしなかったし、なんかあーよかったって思って、全然お尻も打たなかったっていうか無事だったから、なんかあー全然オールオッケーだぜと思って帰ったら、そうびっくり、人でありがとうございます。ファイト、ありがとうございます。もう頑張ります、この体で。私はもうそう
なんか劇場スタッフさんに、なんかどうしたのみたいな、最初なんかあのワクチン打ったのかと思ったら両腕にあるからワクチン打ってなんか内出血したのしたっていうか、なんか腫れてるのかと思ったって言われて、そしたらブランコ落ちたんですって説明するのも恥ずかしかった。そう、いつの間に打ったのって、でも両腕にあるからどうしたのかと思ったって言われて、ワクチンでした。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、しかもさ、こう例えば公演がね、なんかあの半袖の衣装とかのさ、マナヒナ夢の公演の衣装とかだとあんま見えないんですけど、ドラさんももしかしたら隠れるかもしれない。なんかここ肩は出てるけど、ここになんかついてるから、もしかしたらサメカツの衣装がね、一番見えるところに見える衣装だったんですけど、よりによってね、その衣装でよりによって一番この腕見える衣装で、そう、まだ私サメカツの公演の DMM 確認してないんですけど、めっちゃ映ってたんじゃないかなと思ってバラありがとうございます。そう、もうね、でなんかそうメンバーにね、公演前に見せたんですよ。そう、見てって言って、やったんだけどって言ったらね、めっちゃ意外と心配されちゃって、大丈夫って、私は笑って欲しかったの。なんでできたと思う、ブランコ乗ったんだけどみたいな、ブランコ落ちたんだけどみたいな言って笑って欲しかったのに、みんなめっちゃ心配されちゃって思ってたのと違った。バラありがとうございます。チンアナゴありがとうございます。チンアナゴ可愛いよね。なんか水族館で初めてチンアナゴ見た時めっちゃ可愛かった。チンアナゴ飼いたい、最近ずっとだけど。クマさんありがとうございます。人でありがとうございます。そう、みんな意外と心配してくださってみんな優しい。でもなんかそうメンバーに言って、そうこれなんか隠した方がいいんじゃない、なんかあのメイク道具でさ、ファンデーションとか塗って隠したらって言われて、で確かになと思って。チンアナゴありがとうございます。人でありがとうございます。貝殻ありがとうございます。あ、タツノオトシゴありがとうございます。皆さん、チンアナゴわかる、中どうなってるんだろうって思うよねなんか砂の中でさ、どうやって立ってるんだろうって思う。なんかどうやってさ自立してるんだろう、自立できてるのかな、あれって、あれは砂の力に頼って何度か立てるのか、自立できてるのか。ハートありがとうございます。全然痛くないんですけど、だから心配しないでって思うんですけど、そう皆さんね、心配してくださるから、みんな心配しちゃうから隠したらって言われて、で隠しちょっと努力したんですよ。でも消えなくて、いや意外としっかりなんかついてるっていうか、あの色濃く朝ができてて、そう、しかも出来たてほやほやだったから、その前日だったんです、公演の日の。ハートありがとうございます。チンアナゴありがとうございます。ね、そう、それで隠したんですけど隠れなくて諦めて、そう、それでじゃあなんかどっかで言った方がいいかなと思って、みんなに何かついてるって思われなんかゴミついてるって思われたら嫌だなと思って、なんでブランコ乗ったのって言われたら、別に乗ろうって言って乗っただけなんですけど、そこにブランコがあったからなんですけどハートありがとうございます。そう。そう、なんかそう心配されるかなと思って、どうやったらここにあざできるのって思われそうだし、だから自白しようと思って、これね MC で言った、しゃなした、喋ったと話したが混ざっちゃった、しゃなしたんですけど、そう、そしたらね。なんかこうメンバーも若干引き気味の笑い気味の心配し気味で、なんかお客さんもなんかちょっと若干引き気味のちょっと笑って、あのちょっと心配してくれてる感じで、顔がちょっと苦笑いみたいな、あの前の方の方結構笑ってくださってたんですけど、ちょっとあの皆さんちょっと
みたいな、なんでまずブランコに乗ったのみたいな反応がなんかもうなんか見えてそう、ちょっとあらボム見て気になってます。全然痛くないんですよそれが、まあ、触って、まあ、ビビーって触ったら痛いと思うんですけどねえもうびっくりよこっちは。でも笑いにしたかったのにみんななんか若干心配してくれて、本当に痛くないからもうその私がブランコから落ちる様を想像して爆笑してほしかったんですけど、ちょっとなかなか笑いを取るのって難しいですねそう19歳最後に腕にあざを作って終わりました。もう何やってんだかですよ本当。そうでも本当に大丈夫です本当に大丈夫です、ご心配なく。ありがとうございます、皆さん優しいからね。そうお洋服もね全然汚れなくって、だから自分もあ何も無傷やみたいな感じで帰ったら、そう風呂入る時に なんか腕なんかついてるって思ったらあざでした。そうチンアナゴありがとうございます。そう早く治ってほしい、ちょっと公演のたびに気になる。私服だと見えないけど公演の時見えるよね。あでももうしばらく私公演ないんですよね、自分が出る公演だから。二十歳最初の公演が全然結構先です。そう今月は最初の方に公演が何回かあってしばらくない、あと次は28日ですね。うん楽しみ。二十歳の対馬奈子ですっていう練習しなきゃ青森県出身二十歳の対馬奈子です。ハートありがとうございます。絶対にスラスラと二十歳って言いたい。ハートありがとうございます。花束ありがとうございます。あーなんか年齢言わなくするっていうのもありますよね。確かになんかだんだんさ27歳のって言っていくと自分の年齢をかみしめる感じになっていくんですかね。でも私はでも二十歳なりたては二十歳って言いたいな、だからこう自然となくしていこうかなって思います。二十歳なりたては二十歳アピールしようかなって。チンアナゴありがとうございます。そうなんですよ、もうそうなんですね。でも最近なんか自分のあのメンバーの誕生日がさ2日連続続いたりして、なんか自分の誕生日のことをちょっと一瞬忘れかけてて、そう最近また取り戻しました記憶を。そう青と奈々子さんのお誕生日で、そう帰りもお誕生日だったから、あそういえば自分もすぐだった。そうなんですよ、もうチンアナゴありがとうございます。そう次の NGT の誕生日私なので皆さんをちゃんと覚えててくださいだから皆さんにこうちゃんと把握してほしくてショールームします毎日しつこく言うので言うためにショールームします夏のお年をありがとうございます。
そう、私こういやもう、ね、私今公式さんの公式 NGT の公式インスタグラムアカウントので、毎回メンバーの誕生日の時にすごい長文でメンバーについて書かれて写真を載せてくださるっていう制度があるんですけど、やってくださってるんですけど、そう公式さんの両親で、あミラボール、ありがとうございます。謎ダンスしちゃった。貝殻ありがとうございます。そう、それで私でもいつもこう見るたびに、そうやって公式さんがね、中の人さんがこうなんかやってくださってるんですけど、もし私の時にも書くことなさすぎて、もうなんか一行、本当にそう一行お誕生日おめでとうございますだけだったらどうしようと思って、私全然絡みがないとか言ったらなんですけど、あんまりなくって実はそんなに絡みがなくって、だから大丈夫かなって思ってます。ちょっと怖い、だから自分書くことあるかなって、怖いよ。だって絶対今さ、対馬かよ、いや書くことねーって絶対今頭を抱えてらっしゃるから、申し訳ない、本当に申し訳ない。辰のお年ごありがとうございます。大丈夫かなって思う。だって通信前やな、こうそんなに書くことある？だっていつも縦読みでやってくださってるけど、もうどうしよう、書くことないから、もうどうしよう、減らそう、あおじさんとかにされたらどうしよう、怖い。だから今本当にもう申し訳ない。初のお年ごありがとうございます。そう、今一番の不安要素がそこです。人でありがとうございます。逆に美味しいかな、そう思うわ。そしたらもしおじさんだったら、四段落だったら、チアナゴありがとうございます。人でありがとうございます。そう、もうゆなこおじさんとかじゃない、おじさんだけ。タコありがとうございます。こうねえ、人でありがとうございます。もうね、本当にどうしようってすごく今不安なことがそれです。もうね、本当によろしくお願いします。今からちょっとお願いしとこう。怖い怖いねえ。ゆなおじでも4文字ってどうなんだろう。4文字だったらもうゆなことかつしまだけでいいじゃんってなるかな。もうなるべく文字数減らしたがりそうね。どうしよう。なるべく文字数減らそうと思って、ゆなことか対馬だけにされるかも。おじさんも4文字もあるから、やっぱゆなおじいも4文字もあるからなって、なるべく減らそうみたいな。辰のお年ごありがとうございます。アイスありがとうございます。でもさ、なんかこうなんかフルネーム使ってるけど絶妙に文字数少ないとかってさ、リアルにショック受けそうよ。リアルすぎてショック受けそう。どうしよう。だったらもうなんかもう一行とかにって。もう怖い今から。そう、あ、めっちゃポキって言っちゃった。そうなんです、最近の不安要素信じて待ってます。毎回ね、めっちゃいいことっていうか、もうすごい感動的なことを書いてくださってるんですけど、いや私は逆、でも私から私をのことをどういう風に見られてるんだろうってすごく不安。なんか結構今までのメンバーを見てると、こうこの子はこうなんかこういう子だっていうのを、その公式さん目線でこの子はこういう性格ですみたいな感じで、性格だと思いますみたいな感じで、こういう風に見えますっていう風に書かれてるなって思って、あ、すごくメンバーのこと見てくださってるんだなって思うんですけど、
自分のことをどう見てくださってるのかがすごく不安不安です。とてもね、でも楽しみ、すごく楽しみそう、ね、青の誕生日の時のさ、あのブロッコリーこうやってさ、こうやってるのがめっちゃ可愛くてめっちゃ好きです。こうやってブロッコリーここに立ててる、あとはこうやってあげてるのめっちゃ可愛かった。芸が細かいですね。で、私の時のですねお写真もぜひお楽しみにうま、ありがとうございます。え、どうしよう、そう写真もさ、この間のあの城山動物園さんの時のあのコラ画像みたいなやつの使い回しとかだと、ツイッターに一度載せてくださってた写真の使い回しだったらどうしよううま、ありがとうございます。そう、目かゆ、楽しみ。タコありがとうございますね。そう、青、そうこの間そう青のお誕生日で思ったんですけど、私青の家には結構何回もお泊まり行ってるんですけど、私の家に青が来たことない、一回もないんですよ。珍しいの、これ超レアキャラなんですなんか結構そう研究生ニキドラさんってこう私の家にしょっちゅう来るメンバーはいても、私がしょっちゅう家に押しかけてるけど私の家には来たことないみたいなメンバーはあんまりいないんですよ。サーヤなんか本当に、私サーヤの家1回ぐらいしか行ったことなくて、いつもサーヤがうちに来るとかなんですけど、そうそう、あ、うちに来たことないんですよ。警戒されてるとか言って言わないで違うの、私もう青んちが居心地良すぎて、なんか私の家に来るんだったら来るぐらいなら青の家に行かせてって感じなんです。私そう、夢とかも、夢も最近全然自分家に入れてくれなくて、入れてくれないっていうか、もう言わずもがな、私の家に当然のように私の家集合だよねみたいな感じで来るんですよ。だから私が夢家に行くっていう選択肢がまずないんですよ。そう、他のメンバーもみんなそうなんです。そう、私はね、どっちかっていうと人を家に呼ぶのは嫌い、全然嫌いじゃないし、なんか全然家に人がいるのはいいんですけど、私は人の家に行くのが好きだから、そう人ん家行く方が好きなので、人ん家行きたいんですよ、できたら。だから青はそれをちゃんと叶えてくれてるメンバーだなって思いますあ、ミラーボールありがとうございます。そう、でも先輩をお家に入れたことはないんですよ。だって私の家そんないいお家じゃないから、そんな綺麗じゃないから。また変な踊りしちゃったハートありがとうございます。そう、私の家はね、こう先輩をねあげられるほどもうね綺麗じゃないのでちょっとね、そうお招きできないんですけど、私はお邪魔したことがある先輩もいらっしゃるんですけど、自分家には招かないという、まあ、失礼な後輩ですよだってせっかくなら先輩のお家にお邪魔したくないですかハートありがとうございます。そう、ななこさん、先日お誕生日のななこさんも、ななこさんのお家には行きたいけど自分家はちょっとあの汚いのでみたいな、せっかくならななこさんのお家にみたいな
って思います。お星様ありがとうございます。だから青はそう超レアレアメンバーだよって言ったら喜んでました。私のお家に来たことないのに、そう、私がよく泊まりに行ってるのはレアだよって言ってます。青は可愛いよね、本当に可愛い、本当に可愛い、なんか本当になんか、うん、一生笑っててほしい、ずっと笑っていてほしい。青にはもうなんか この世のすべての悪、諸悪の根源から青を守りたい。本当にねえ、本当に可愛い。なんかもうなんか見ててなんか、あ、もうなんかこの子はもう生涯幸せに生きてほしいって思う。花束ありがとうございます。そう、いや、わかるでしょこの気持ちが。なんかもう青の笑顔守る守る会みたいな、古舘葵の笑顔を守る会みたいなの作ってほしい。創設しよう。もう国で守りたい、もう国を挙げて守るべき。金魚ありがとうございます。金魚鉢ありがとうございます。あ、じゃあ会長いいですか私で。そう、なんかもうなんか国で守るべきだと思う本当にね。保護団体作った方がいい。ね、本当に可愛いです。なんか苦しくなる可愛さ、なんかうっってなる可愛さ、なんかね、わかるでしょねえ。なんか青って最年少なのに、なんか私って結構年上なんですけど、青の全然気使ってないところが好きです。青は年上になんかいい意味です。カホとかにも全然気使わないところが好き。なんか研究生っていうか、まあ、メンバー全員そうなんです。まあ、先輩後輩はあってもメンバー全員そういういい雰囲気で、そう、え、最近青から青がめっちゃナチュラルにめっちゃナチュラルにおじって呼んでくるんですよ。おじこれやってみたいな。おじこれ食べるでしょみたいな。なんかおじでめっちゃナチュラルにおじって呼んでくるんです。え、私え、いつからあなたそうなったのって思うんですけど、青だから許してるんですけど、めっちゃナチュラルに、でも青がおじって言うと可愛いんですよ。だから全然なんか許せるんですけど、めっちゃナチュラルに、え、おじはさみたいな。なんかもうユナコって呼ばれなくなってきた最近。めっちゃナチュラルおじ。そう、そうなんです。もうびっくり、そんなことあります。そう、でも可愛いからいいんですけど、でも私もかつては青のこと青ちゃんって呼んでたり、青と春は青ちゃん春ちゃんって呼んでたんですけど、いつの間にかちゃんって呼ばなくなっちゃった。そう、だからその流れ、そのようなね流れで、あの、おじってなったのかなって思います。ちゃん付けが取れるみたいなね、そういう仲良くなった
あれなのかなって思いたいんですけど、もうびっくり。そうでも好きです。でも青にワジって呼ばれるのはなんか可愛いから好きです。ねえ、チンアノゴありがとうございます。そう、どうしよう。でもこれからさ、青はいいけどさ、他のメンバーにまで浸透してきたらちょっと私は悲しいよ。青、じゃあ青だけ特別でってことで許します。青だけの呼び方で。チンアナゴありがとうございます。私チンアナゴを育てるアプリをやってたんですよ、前まで。もうやめちゃったんですけど、チンアナゴ増やせるんですよ。5匹ぐらいまで育てたたんですけど、もっと増やせるのかな、増やそうと思ったら。そう、なんか名前とかつけて毎日餌やるだけなんですけど、なんかあのペンギンの育成アプリを昔やってて、そう、でもそれペンギン死んじゃってすごい悲しかったから、あのもうやめたんですよ。やっぱり私に生き物を育てるなんてまだ早いんだと思って、いくらアプリだからってね。悲しかったの、めっちゃ悲しかった、覚えてる。私なんか、なん加入してまだ1年目か2年目くらいで、そう、なんか急に死んじゃって、アプリ上のペンギンがね、なんか開いたら、毎日餌やってたのに開いたら、なんかそのペンギンの名前つけてて、なんてつけてたか忘れたけど、なんとかは死んでしまいましたみたいな、めっちゃケロッと表示出てきて、嘘でしょと思って。私でもめっちゃ育ててて、もう1年ぐらいアプリ上でだけど育ててたんです。可愛い、ありがとうございます。それでめっちゃ悲しくて、でも私絶対欠かさず餌あげてたっていう記憶があるんです。だから、そんなはずなくないみたいな。だって私なんかもう、なんか通知とか通ってたし、そう、絶対に忘れるわけないって思ったんだけど、まあ忘れたみたいで、そう、それでその死んじゃって、で私そのペンギンが死んじゃった時に、そのアプリのペンギンですよ、皆さん誤解を招きそう、そう、携帯のゲーム内のペンギンちゃんが死んじゃった時に、ちょっと母と姉もかな、なんかここ新潟に来てて、新潟来てて、でも私もう悲しすぎて、もうずっとなんかベッドで泣きながら、もう本当にガチ泣き、もうガチ号泣。そう、ガチ号泣でもうね、恥ずかしいんですけど、本当に悲しかったの。もう1年だったの、ちょうど1年ぐらい育ててたの。あ、今泣きそう今。もう悲しすぎて、もうなんか家族がせっかく新潟来てるのに、もうなんかもう、無理、本当に無理みたいな、ずっとか号泣してるの、私ベッドで寝て。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。金魚鉢ありがとうございます。そう、思い強すぎて、ハートありがとうございます。本当に悲しかったの。そう、だから家族来てて、なんか出かけるみたいな感じだったんだけど、私もなんかもうそんな気分じゃないみたいな。そう、しかもまあそれがメンバーとかだったら、そう、メンバーとかだったら全然なんかこう気持ちを切り替えられてたけど、家族だともうダメなの。私家族だともう遠慮とかないから。遠慮とか気遣いとかないから。もう昨日もう自分のもう気持ちの思うままにもうガチ泣きして、もう全然無理無理無理、外出たくない、無理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 って言って、ありえないからって言って、私こっちペット死んじゃったんだよみたいな、私今ペット死んじゃったんだよみたいな、気持ちわかるみたいな。めっちゃなんか気持ち考えてほしい。最悪の娘じゃない、なんかせっかく新潟まで来てやったのに。アプリのペンギン死んだから相手してくんないの、めっちゃ最悪な娘だと思うんですけど。そう、尊い、ありがとうございます。そう、マジで
そう、家族なんかメンバーだったらもうでもしょうがないよねとか、もうきなんか別になんかもうそれなりに気を気持ちを切り替えられるじゃないですか。もうなんかそれもできなくて、家族相手にそう超超号泣して、でもその後多分ご飯食べる、どこで食べたのかも何も覚えてないんですけど、私がそうやって泣いて、んもう、ね、泣き晴らして、もうベッドから出なかったことだけ覚えてる。本当に悲しかった。なんか本当にあの今思い出しても苦しい、胸がもう悲しすぎて。もうそれでその時他のアプリそっちアナゴとかも育ててたんですけど、もうそれも全部一回やめました。なんかこう死なすのはあれだけど、もうアプリを消しました。もう私に生き物を育てるなんてもう無理なんだと思って。アイスありがとうございます。もうね、そう思いが強すぎたから、もうそれから育成アプリも何もやってない。やっぱね、命は重いよね。ハートありがとうございます。チアナゴありがとうございます。本当に悲しかったんだよね。そうだからって考えたら、本当になんかこうワンちゃん猫ちゃんと一緒に暮らしてる方も多いと思うんですけど、確かなんか それを考えたら、なんかこうやっぱ生き物ってそれぞれに寿命があるから、なんかいつかお別れ、自分が先になるかも、まあ、もしかしたら自分が先になるかもわからないけど、絶対にお別れがあると思ったらなんか悲しくて。そう、私ゆくゆくはそう猫ちゃんとワンちゃんと一緒に暮らしたいって思ってるんですけど、そうでも自分の方が先にもう行きたいって思っちゃう、悲しいから。でも残していけないから、ちゃんとあの残す先を、そうあの私がいなくなった後もそうちゃんと生きていけるように手はずを整えてから先に行きたいって思う。もう悲しいよね、もう考えるだけで。ねえ、わかる。そう簡単にさ、そうちっちゃい頃とかさ、本当にもうおバカちゃんだからさ、ちっちゃい頃本当に私何も考えずにさ、あのワンちゃん欲しいってずっと言ってたんです、両親に、そう家族にずっと言ってたんですけど、そう家族は固くなにね、それは絶対にあの許してくれなかったので、もうそれ、まあ、でもその家族の気持ちがわかるなって思います。そんな簡単にね買い与えるものじゃないなって思う。そうだからあの時アプリ上で死んでしまったペンギンはね、かわいしい、悲しかった。まあ1年でもたった1年されど1年というかね。えチンアナゴありがとうございます。そう、そんな私はね、その一応ゲーム上ですらそんなに悲しかったのにね、だからそう、ね、ちゃんと考えなきゃなって思います。そういう時お出会いが来るとしたら。タコさんありがとうございます。すごい道徳の授業みたいな話しちゃった。ねえ、そうなの。そう、そんなことがありました、今思い出した。今日ね、そうあの私全然関係ないんですけど、今の話と今日なんか韓国のあの番組、あのなんかオーディション番組みたいなのを見てたんです。女の子のなんか韓国と中国と日本の女の子が33人ずつこう集まってそう集まって、なんだっけ、
しゃくり出そう、さっきからずっと。最終的にこう9人の子が選ばれるっていうオーディション番組をこう先週初回で、今日やっと1週間経って今日やっと見れて、1話目をね、1話目をやっと見て、で3時間あったんです、1話だけで。で、え、絶対見れん、なんかそんな集中でして見れないと思ったら、もうなんか全然ペロッととか食べたわけじゃないんですけども、すぐ見れちゃって。そう、そうで気づいたら夜だったんですけど、見ててそう、めっちゃね、そう、それを見てたらめっちゃそう可愛いし、そう、最近私髪切ったのにめっちゃ髪の毛伸ばしたくなっちゃって、もう本当にそう、今日ね多分2話目だと思う、まだね何時かか分かんないんですけど、また後で見ます、今度見るんですけど、本当にね早く2話見たいそう、でも私めっちゃ影響されやすい人で、めっちゃ髪の毛めっちゃ伸ばして黒髪にしたいって今めっちゃ思ってるの。もうこの間切ったばっかりなのに、そう、めっちゃ今めっちゃロングにしたいって思う。めっちゃ影響されやすい。髪切った時はなんか髪の毛短い日本のアイドルの子見て、え、髪の毛切ろうって思ったんですけど、そう、すごい可愛かったの、その子が。お星様ありがとうございます。チアナボありがとうございます。ハートありがとうございます。そうなの、すごいよね。エクステつけるかもしれない、そのうちもうエクステつけたら、あ、この子ね、あのあれだなって、あの影響されたんだなって思ってください。ついに影響されまくってエグステつけたんだなってでも本当にもうそう思うくらい皆さん可愛くて、その出てる子たちが、そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。だってなんかもう最後9人に本当に絞れるのってくらい、もう 全員も可愛いし、もう細くて、もう見た目からもうすでにアイドルみたいなんですよ。もう全然一般の子とは思えない、あ、なんか一般の子じゃない方も参加してるんですけど、なんか練習生してましたとか、違うグループに所属してますとかっていう子もいるんですけど、そう、すごいみんな可愛くて、しかもみんななんかダンスも歌も上手で、もう本当にね、あの全員なんか報われてほしい。すでに1話でもう感情移入めっちゃしちゃって、そう、推しメンちゃんがめっちゃいる今。なんか最初こう顔写真とかだけ見て、あ、この子可愛いなって思う子が何人もいたんですけど、さらに、なんか、そう、今日、そのパフォーマンスしてるのとか、お話ししてるの見て、あ、もう可愛いってなって、もう、全員好き。やっぱアイドルっていうか、みんなそうだけど、やっぱ動いてって話したりしてる顔を見ると、やっぱ変わりますよね。なんか、こう、すっごいクールに見える子が、すっごい笑顔可愛かったりすると、もう、すごい柔らかく笑ったりしてると、え、キュンみたいな、もうあるよね、やっぱそういうさ、こう、あるそのギャップというかさ、そう、逆になんかめっちゃ可愛い、めっちゃなんか幼くってこう笑顔めっちゃ可愛い子が、すごいこの、それでは今からパフォーマンスどうぞって言ってパフォーマンスするんですけど、そう、なんか何人か、一人から5人ぐらいのグループでこう初回と2回目とかは一旦パフォーマンス披露みたいなのがあるんですけど、それをそれを見てて、そう、なんかもう、え、もうその出てきて、はい、じゃあこの子たちでこれからパフォーマンスしますって言って5人ぐらい出てきて、でもめっちゃ可愛いみたいにキャッキャしてて、すごいなんか幼めの、もう年齢も私より全然若い子とか17歳とかの子が
出ててすごい可愛いと思って、でも踊り始めたらもうみたいな、もうダンス上手すぎてもう本当に恐れ多いみたいな、私なんかがこう可愛いとか言うのも恐れ多いくらい、そうすごい方々で、そうもうすっごい可愛くて、でもめちゃくちゃダンス上手でめちゃくちゃダンス上手で、歌もめっちゃ上手で、そうめっちゃ刺激を受けます。なんか全然そう同じとは言えないけれど、自分もなんかドラフトというそういう一応何かこう合宿みたいなものを経て、そういう投票で入ったものだから、その番組もやっぱ投票とかがあってね、でもそういうのに票を投じるのってめちゃめちゃなんか責任というかさね、そう軽い気持ちでできないけど、だから本当に自分に投票してくださった方はめちゃめちゃありがたいなって思うんですけど、今もね思うんですけど、本当になんか感情移入すごいしちゃう。ちやな子ありがとうございます。そうめっちゃ感情移入しちゃう。なんかねこう2人組でその曲を披露しますっていう子がいて、子たちがいて、そう2人で、でもなんかやっぱ2人組だと片方の方子がすっごくなんかフィーチャーされて番組で映されたりすることがやっぱあるんですよ。オーディション番組ってやっぱ5人組でもその1人の子がすごく、ね、取り上げられたりみたいなのがあって、でそれでその2人組で1人の子がすごいもうその場の審査員みたいな方の評価もすごく高くて、すごいなんかなんて言うんだろう、こう番組的にもすごいフィーチャーされてて、でなんかそのとりあえずその初回のパフォーマンスでなんか良かった子が選ばれるみたいなのがあって、 それで良かった子が選ばれるみたいなのがあって、それはなんかグループ1グループについて1人とかじゃなくて、もう本当に見てた審査員の方が良かったって思う子が選ばれるみたいな感じなんですけど、そのもう一の子がすごいフィーチャーされて、であもうこのでもすごい2人ともすっごいもうダンスも歌もすっごい上手で、もうもう2人とももうそのパフォーマンスを見ただけで私はもうこの2人でなんかどこかで活躍してほしいって思うくらい本当にもう素敵だったから、2人とも選ばれてほしいって思って見てて、でもこっちの子がすごくこう取り上げられてるから、もしかしてこっちの子だけ選ばれちゃうのかなと思って、もうでも2人で仲良く入ってほしいっていうか、まだ決まらないんですけど、それで何も決まらないんですけど、なんかもう勝手にめちゃめちゃ感情移入しちゃって、そうそしたら先にそのなんかすごい取り上げられてた子が選ばれて、でそのでこのそのこっちのもう一人の子がすごいなんかそれであ嬉しいみたいな、この子が選ばれて嬉しいみたいな喜んでて、でもその後そこの子はなんかもう自分はもう呼ばれないだろうみたいな感じのリアクションなんですよなのにでも その後こっちの子も選ばれたんです。そうすごい方だったから、そうこっちの子も選ばれて、そう2人とも選ばれて、 それでこっちの子が呼ばれた時にこっちの子もすっごい喜んでて、もうすごいね、感情移入するそうめっちゃ早口で説明したんですけど、そうもうなんか見てる方が感情揺さぶられるって感じで、もうね苦しかった見てて、ハートありがとうございます。なんかそういう世界なんだけど見ててすごい苦しくなる場面が多くて、なんかみんな幸せになってほしい本当にって思った。ねえもう完全にファンです、ハートありがとうございます。チアナゴありがとうございます。うん、だからなんかこう審査員の方に結構厳しめのコメントをされる子もいたりして、なんか私もドラフトの段階合宿の段階であんまり全然踊れなかったので踊れないし歌えないしで、全然いい評価をもらったことが本当に全然なかったから、
そうだからその気持ちが本当に分かる、分かるとか言ったら全然もうレベルが違うし、なんか失礼なんですけど、でもすごいなんか、うん、なんかでもそれでも頑張ってるんだよねって思うし、この子はすごいなんかこの場で力を発揮できなかったけど、それはなんか全然なんかそれが全てじゃないよねってすごい思うし、なんか自分が合宿してる中で見ててもなんかこうあんまりなんだろう、先生にいい評価をもらわなかった子もすごい練習してる、陰ですっごい練習してるものがとしてたりするのを知ってるから、なんか知ってるから、そう、それだけじゃないよねって、でもやっぱ緊張とか経験とかそういろいろあるよねって思って、すごいなんか心がすごい苦しくなる、なんか精神的にもいろいろあるし、なんか大変だよねって思うから、そう、チアナごありがとうございます、夏の年ごありがとうございます。ねえ、なんかだからその分一緒になんか深夜に一緒に練習してた子とかがすごい先生に褒められたりするとすっごい嬉しかったし、なんか別に自分が褒められてるわけじゃないのにすごい嬉しくて泣けたし、なんか本当にいろんなそういう自分は本当に視聴者として見てる番組もなんかこう裏側というか、そう、陰でのいろんな努力があって、みんななんか本当になんか、しかも韓国の番組なんて本当にもっともっともう日数日にちも合宿する日にちも多いだろうし、もっと厳しい、私たちの時なんて全然優しかったんだろうし、全然本当に厳しいしレベルも高いし経験者の子が多いし、そう、私たちの時もね経験者の子もいたけど全然ダンスやったことないっていう子も、私含めねダンスやったことないっていう子も全然いたから、なんかなんとかもうなんとかついていってたけど、本当にすごいなんかね厳しい世界だなって思う。もうその番組に出てる時点でもうすごいのに、なんかこれ以上の努力が求められるって本当にすごい世界だなって思う。尊いありがとうございます、チアナゴありがとうございます。ねえ、そう、もう見ててね苦しくなっちゃう本当に。だから推しメンとかがいるんだけど、いるはできたりできるにはできるんだけど、見ていくとこの子のパフォーマンス特に好きだなとかはあるんですけど、でもなんか結局全員なんかどこかで絶対報われてほしいって思っちゃうし、どうしてこの枠この10人とか9人とかの枠しか選ばれないんだって思っちゃうし、そう、難しいよね。チアナゴありがとうございます。ねえ、でもそういう番組見るの好きなんですよね。でも今回見てるのが韓国が主体の番組だから、なんだろう、字幕を追わないと話してる内容が分かんないから、そう、字幕をずっと追ってて大変。ね、本当にみんな頑張ってるのにって思うし、なんかそういうあのなんかそういう番組ってやっぱり視聴者の方が多いから、そう、日本でも海外でも見てる方が多いから、なんか本当に今の時代って SNS でいろんなことを書かれるじゃないですか。でもなんか心が痛い、全然なんか番組で放送されただけの本当に消え去られた内容だけでこう視聴者には評価されてしまうし、なんか発言とかもなんかもう精神追い詰められて話した発言がすごいもうその子の完全なる本心みたいな感じで切り取られて悪く言われたりするそういうこともあるから、なんか本当になんかそこだけを見て言わないでほしいなって全然関係ないのに思っちゃう。本当になんか大変な思いをされてるのに
ね、なんかそう SNS によってその番組が広まったり、そのいいことをやったら逆にすごいなんか歌上手な子がいるってすごい広まったり、なんか可愛い子がいるって広まったりもするから、すごいいい面でもあるんだけど、こうなんか難しいよね SNS って。そういうとこそれで良くないって言われることもあるじゃないですか。なんかそう感情移入しちゃうの、全然自分と知り合いでも何でもない子なのに、なんかそうそんなに言わんでええやんって思っちゃうの。なんかそう一視聴者として見守ってるだけなんですけど、なんかそう悲しいよね見てて。あ、ちょっと失礼、ちょっと業務連絡を返します。ちょっと一瞬失礼します失礼しました。そうなんですよ。お星様ありがとうございます。ね、私も SNS あんまり得意じゃなくて、そう自分も発信するの結構躊躇するタイプで、そう自分のことをこういうなんか今って本当に SNS でこう変わる世界というか、こう SNS で発信力のある人がすごい有名になったり、そうそうそう有名な人が発信力があるっていうのか、まあ、分かんないですけど、そうだからアイドルも結構 SNS の使い方を求められたりするじゃないですか。こう配信も、まあ、一つの SNS と捉えるかどうかはあれなんですけど、そうそうそう、なんかそう、それがそう分かる、複雑でもあり、でも今のなんか今このやっぱ今の時代のアイドルはこういう形なんだって思って受け入れてやっていく、なんかやっていくかなきゃいけないんだろうなって思うけど、なんかそれ主体になっていくのも、なんかそれをやんないとアイドルとして足りないって思われることもあるんだろうなって思うとなんか複雑でもあり、そうし使い方を間違ったら本当にさっき言ったみたいに良くない風にこう拡散されちゃうこともあるし、なんか難しいなって思う。だから皆さんにも、なんだろう、本当に今 SNS のなんか発信力があるっていうことが結構大事、アイドルの中でも大事だったりするし、アイドルが何か番組に出てそれを SNS で見た人がファンの方とかがすごく拡散してくださったりすると、そのアイドルにとってもいい評価になったりするって、なんかこう最近ゆきりんさんの YouTube を見てて、そういうお話をされてて、それはすごくわかるなって思って、そうそうそうっていうお話をねされてて、ああそうだよなって思う。すごい自分でもそう最近のアイドルに限らず芸能人の方とかってそういうの結構大事なんだろうなって思うんですけど、しこう私がそうやって何かに出た時に発信してくれたらもちろん嬉しいけど、でも自分もあんまりSNS に対してあんまりこうガンガンできてないし、そうあんまり上手に使えてないから、皆さんに それをあんまり求められなくて、 それでなんかこうもっとなんかやってほしいって言うべきかもしれないけど、あんまり言えず、自分でもあんまり積極的になれず申し訳ないんですけど、でも
皆さんがツイートしてくださってるのは見てるし、誕生日のねハッシュタグとかも見てるのでありがとうございますって思ってます。そうアイコンね変えようと思ってるんですけど、でもいいのが見つかんなくって。そうなんかいろいろなんかしっくりこなくて、全部今のでしっくりきすぎてアイコンなんか全部しっくりこなくて、そうそうそう、だからまあこれにしたらみたいなのがあったらなんかどっかに載せてください。なんかあんまりねなんかこれ漏れたなって思った写真でもあそうでもないなみたいな。そうそう誕生日を機に変えようかなって思ってるんですけど、今がしっくりきすぎてね、そう逆になんか今がしっくりきすぎたから次のがしっくりこないのかもしれないけど、そろそろ変えようかなって思うんですけど、何がいいかなって感じ、決められない。あのいいの見つけたらなんかツイートしといてください、あのタグ付けしてくれたら見ます。そうメールの返信にね写真つけてくれてもこっちに届かないので、そうツイートか何かでお願いします。ぜひそう見慣れればねそれもしっくりきてくるんだろうけど、ちょっと今ちょっとなんかしっくりくるものがなくて、ちあなこありがとうございます。そうなんですよ、リアルタイム、そう前なんだっけな、なんかの写真はこうリアルタイムでこうツイッター変えていって、そう今変えましたって言って、これどうですかって言って皆さんに協力を仰ぎながら変えたんですけど、まあまたそれをするかもしれない、候補を何個か自分の中で決めてからそれをやるかもしれません。そうなのよ、チアナゴありがとうございます、金魚鉢ありがとうございます。ね、そうやって SNS が大事ですねとか思うんですけど、まあアイコンはあのふざけたアイコンでもいいかなっても思いながらでも思ってる。ハートありがとうございます。でもそうなんか SNS が主体になってくることに対してあんまり自分がなんかこうなんだろう完全にそれがいいって言えなくて、だから皆さんにもあんまりなんだろう強要したくないっていうか、てか自分がそれができてなさすぎてなんか結構あのなんかねそういいねユナってあんまりファンの方のツイート全部にいいねするとかないよねってたまに言ってもらったりするんですけど、そうそれもなんかねなんかこれにはしたのにこれにはしないとか出てくるとあれかなっていう風に思ったり、そうだからなんかもうこの日なんか日にちを決めてなんか自分の中でこの日って決めて、なんか例えば誕生日とかだったら誕生日のお祝いしてくれた方には全部いいねするとか決めたらいいかもしれないけど、そう結構応援してくださる方に SNS をもうちょっと上手に使ってほしいって
言ってもらうことが多くて、そう申し訳ないなと思って、そうなんかこう誕生日が近くて思ったのが、そう去年19歳になった時に、なんか19歳になった時にこう結構こう今私のことをこう知らない人にも知ってもらって応援してもらえるようになりたいっていう風に話して、やっぱそれをするにはなんかそう SNS とか大事だなって思うんですけど、 そう、それがなんか自分のこう思うようにいかずって感じで、そうやりたい、なんかこうしたいって思うことと実際にそうっていう方向がまた別だなって思う。バラありがとうございます。ねえ、むずいよね。そう、あんまり気にせずに使っていけばいいのかもしれないけど、なんかなんだろうなんか自分の行ったことでいい思いをしない方がいたら嫌だし、なんかそこがむずいよね。それで嬉しいって思ってくれる人といい思いをしない人もいることが難しいって思う。そう、それをね思ってますまあでも急になんか急にめっちゃ毎日急にツイートするとか、毎日急にめっちゃインスタ投稿するとかはないんですけど、私別に見返り求めてないよって言ってくださるんですけど、やっぱりアイドルってでもなんやかんや、なんだろう、こう見返りをあげるつもりじゃないけど見返りをあげてしまうなって思うから、そう、それを求めて皆さんも応援してくださってるわけじゃないって分かってるのに、やっぱそういう風になっていっちゃうのか、そうし、なんか見返りとかじゃなくて普通に恩返しのつもりなんだけど、そういう風になっちゃうのが難しいなって思う。でもあんまり考えないでやっていこうと思います。そうですね、20歳の目標ですね。ほどほどに頑張ります。ほどよく頑張ります。そうですね、自分のペースでほどほどに頑張ります。いいね、ありがとうございます。そう、あ、そうで、20歳になるからなんかツイッターじゃない、ショールームを毎日しようと思うんですけど、あの7日くらいお誕生日までカウントダウンショールーム的なのをしようと思って、そう、なんか19歳の私に配信で何かこれをやってほしいみたいなのがあったらやります。で、自分でやろうかなって思ったのはカラオケ配信をしようかなって思いました。今露骨に今一瞬嫌な顔しちゃったそういう、私今まで生きてきて一回もカラオケ配信したことなくて、そう、なんかでも結構本当にたまにだけど、もう皆さんあんまり諦めて言わないんですけど、やると思ってないみたいで言わないんですけど、たまーにカラオケ配信したらって言ってもらったりするので、そう、19歳のうちにやろうって思ってやります。カラオケやったら癖になるもうどうする、毎日私カラオケし始めイエーイとか言ってめっちゃノリノリで歌い始めたらどうするよ。でも私やったことがなくって、やり方もわかんないし、これどうやるんだろう。いいね、ありがとうございます。そう、やり方がわかんないんですよね、まず。
だってどこにカラオケ配信をするっていうさ、あれがあるかもわかんない。いいね、ありがとうございます。しかもなんかカラオケ配信って事前に申請とかしなきゃいけないのかもわかんないし、どうなんだろう、前日に言わなきゃいけないのかわかんないけど、やります。いつやれやろう、いつやればやったらいいんだろう。まあいつでもいいよねゲリラでやりますね。もうじゃあ急に明日やりますとかかもしれないので、そうですね、なんかそういうなんかそれ以外にでもなんかこの毎日配信でやって、毎日配信というかお誕生日までの19歳の配信でやってようみたいなのがあったら教えてくださると嬉しいです。でも歌う曲、なんかカラオケ配信の中で歌える曲っていうか、カラオケに入ってる曲と入ってない曲が分かんなくって、そう皆さんは それをどうやって把握してるんだろうって思う。メンバーはいいね、ありがとうございます。かき氷配信やって大丈夫それ、それみんな楽しめる料理配信はちょっと難しいんですよね。音符ちゃんありがとうございます。じゃかき氷配信もします。あ、オーサムが入ったらしいですね。オーサムって一人で歌えるか、まあ歌えるかそうですね、そうちょっとカラオケの仕組み分かってないんですけど、なんとかなんとかかんとかやりたいと思います。基本的に夜配信すると思うんですけど、なんかもしなんか予定とか用事とかの関係で昼か朝になるかもしれない、やもしれないそうですね、はっきり言ってほしいはどうなんだろう、入ってるのかな、わかんない。なんか普通にカラオケボックスのカラオケにはっきり言ってほしいが入ってるらしいですよ。でもこのショールーム内ではわからない。コスプレ、私コスプレペンギンぐらいしか持ってない。ペンギンとあとなんだろう、そんくらいです。ペンギンと猫ぐらい。めっちゃポキっていった。まだなんかのはっきり言ってほしい。ファイト、ありがとうございます。でもカラオケしたことないから、カラオケ配信もしたことないし、そもそもカラオケにあんまり行ったことない人だから、すごく不安不安リカちゃん人形配信私もする。ちょっとこの家には一体もいらっしゃらないんですよ、リカちゃん人形。ちょっと実家に帰ったらいるんですけど、ちょっとね、いないので。私カラオケ行ってもそう、本当になんかドリンクバーと、なんかドリンクバーについてあのソフトクリームめっちゃ食べれる、ソフトクリームのやつとかずっと楽しんでるタイプなんですよ。だから本当にあの本当にカラオケっていうもの自体があんまり得意じゃなくて、
なんか公園で歌って踊ってるのは好きなんですけど、カラオケはあんまり得意じゃなくて、だから今からちょっともう怖いです。ファイト、ありがとう、応援してください。ずっとカラオケでもずっとこうやって出て聞いてる人なんで、だからあの歌ってほしい曲とかあったら教えてほしいです、ぜひ。でもそれってもう事前に歌う曲決め、でも私の場合決めた方がいいなそうですね、なんか事前に歌ってっていう曲があったら教えてほしいです。ね、なんか NGT の曲でも他のね、フォーティエイトグループの曲でもあ、坂道グループさんもいいみたいなので、でもあの公演でやらせていただいてる曲とかでも、あの他のユニット公演でやってる曲とかでも、何でも何でもいいの、構いません多分ね。あ、なんか一人で、あの一人でっていうか、公演をもう最初から公演のセットリストの曲を歌うみたいな配信でもいいかもしれない。何曲だろう、あ、皆さんは何曲でもあの言ってください。これ歌ってほしいみたいなのがあったら、あのメールでもどこでもいいですどこでもいいとか言ったらいいけど、メールの返信かな、かツイッターかなでお願いします。でももうね、今から大丈夫かなって思って、そもそもやり方がわからない、もうカラオケのあれ表示がわからないその多分ありがとうございます。坂道グループさんも曲は結構知ってる方だと、でも昔の曲の方が知ってるかも、最近の曲よりね。え、チアナコありがとうございます。そうなんですよね。え、そのカラオケ以外にもなんか配信でやってよみたいなのがあったら、ぜひこちらにこちらじゃないわ、メールとかで送ってください。なんだろうな、考えたけどなんかカラオケぐらいかなって思ったんだよね自分で、強いて言えば。なんかダンスはちょっと部屋的に無理なのでごめんなさい。あ、ボギッ、ここはまあ公園に見に来てくださいオーボフォームこちらにお願いします。ないです、メガネ配信ちょっとだってメガネでいいですか、ちょっと動画入ってるメガネは私あの目がちっちゃくな、こんなちっちゃくなっちゃうのでね。あ、質問募集、あ、いいですね、別にあるかわかんないですけど タコパ配信一人タコパですかね。金魚ありがとうございます。お悩み相談、みんな悩んでるんですか？じゃあ新しいアイコンを決める配信もします、皆さんと一緒にお絵描き、お絵描き需要あるかな、私大した絵描けないんですよ。ひのちゃんとかみたいにさ、ちゃんと絵が描けるわけじゃないので。
お悩み配信、お悩み配信、お悩み相談室、すごい、あおちゃん、あおちゃん相談室みたいな。私そんないいね返答できるかなって感じ。癖の強い絵で癖強いお絵描き配信。あ、石井取り、私が一人でしりとりしてみんなにもう何書いてるか当ててもらう、何のどうやってつないでるかみたいな。じゃあもうなんかやりますね。ありがとうございます。皆さん、あの他にもというか出たやつでも何かありました。メイク配信需要ある。私あのいつもの変なメイク配信しかした、メイクっていうか準備配信みたいな変な配信しかしてないんですけど、いつも湯奈子クイズ、あ、いいですね。私がね、私のクイズをもう皆さんに答えて、投票機能とか使ったら楽しいかもですね。私のメイク事情なんてね、全然あのなんか本当にあの適当なんです。本当に NGT で一番メイクが適当なメンバー、あ、一番じゃないかも。一番はサラとか、あ、青とか。でも適当じゃないか、メイクほぼしてないのか。いやでもみんなも最近成長してきてちゃんとしてするようになったから、もしかしたら私が一番適当かもしれない。みんな最近大人になってきてね。コラボ配信ね、コラボ誰としよう、誰としたらいいかな。帰りっていう人多いですね。帰り夢ママともこさん呼ぶ、ともこさんとコラボ配信する、やばい。自分の母親ですらなく、夢でもなく夢のお母様。あ、電話するメンバーに。でも電話だとちょっとなんか改まっちゃうよね。帰りママもう帰りちゃんのママまで行く。どうしようかな、誰がいいんだろう。コラボ配信でも私コラボ配信あんま得意じゃないの知ってます。あのなんかここにいればいいんですけど、そう、画面越しコラボ配信緊張するんですよね。
だからここに呼びたい、みんな全員全員ここに呼びたいんです。もうあの27人呼んでここにもう密集してもらって密ですね。ちょっとそんなに場所ないんですけど、ここに来てもらってやりたい。そう、そう帰りとかね、まあ読んでやったんですけど、そう先輩もこのこれを機に呼びつけるという。失礼しちゃうわ。え、正月にナナミ呼んだね懐かしい正月にナナミを呼んでゲームしました。ここでここに置きました、ナナミを。リアルコラボがいいんだ、私画面越し緊張する、なんかコミュ障だから。じゃみんなとゲームしよう、ここに呼んでみんなここに呼んでゲームしようかな。じゃあ今日来てくれた方とはジェンガしますとか今日はなんじゃもんじゃしますとか。みんな多分話を聞きたいんだろうに、もうただゲームしてわちゃわちゃしてるのを見せるという。人生ゲーム、あ、人生ゲームやりたい。人生ゲームあるんですよ、うちに。じゃあもう何人か呼んで人生ゲームしよっか人狼ゲームもいいですね。人狼ゲームね、弱いけど好きです、やるの。人生ゲームしたいけど、でもそれを画面に収めるのがめっちゃ大変そう映んないよね絶対。なんかルーレットとか回してもさ、何個になったとか分かんないよね。何個進めるとかさ、すぐ分かんないよね。そう、誰がリードしてるとかも分かんなそうもう完全にもうその人生ゲームの画面を映すっていう画角になりそう。もうそうなったら完全にそのゲームのさ、これをボードっていうかその紙をさ映すみたいな、もう真上からさこう設置して、もう私たちの顔は手元だけ手だけが映るみたいな。そう、もう集まったメンバーで、あの、じゃあこの人はメンバーを映すカメラみたいな、この人はもうあの完全にそのゲームの画面を映すみたいな手元を映すだけのカメラみたいな、分ける。誰がいいんだろう、あんまりやらない人。うん、でもなんか謎にカイリーの意見が多くて、カイリーは人気なんですね。対馬カイリー需要あるんですね私ひのちゃんとコラボ配信したことないっけ。あ、コラボ配信じゃない、私ひのちゃんの配信に勝手に声だけ出演した配信だ。
なんかひのちゃんと配信で喋ったことあるなって思ったんですよね。あ、対馬市も、対馬市も最近解散離婚危機だったんです、この間。もうね、なんで何があったかは、でも何があったかは私の誕生日に明らかになると思う。なんでそう離婚しそうになったかっていう真相はね、あの私の誕生日に明らかにできます。それまでちょっとお預けです。そう、カホに、カホが怒っちゃって、もう。でも私最近カホ、カホって私のことどう思ってるんだろうって思う。どんな、あ、クラクラ、クラクラの方たちと、え、でもちょっとダメ、私緊張して喋れない。ただでさえ先輩と緊張するのに、さらに緊張する。もうひたすら愛を語るだけになる、その人への。そう、最近カホって私のことどう思ってるんだろうって思う。カホにとって私ってやっぱりお示しをやるだけの仲なのかな。あ、ミラーボールありがとうございます。ミラボ、でもそんね。この間カホと一悶着あって離婚危機になりました。もう危うくお示し、もう対馬市もの お示しはできなくなるところでした。そう、あのでもね、あのチューするところの写真をねスタッフさんが撮っててくださったじゃないですか。もう私だけノリノリなの、私だけめっちゃノリノリなの、悲しい。そう、でもカホには絶対ユナが二十歳になったら一緒にお酒飲もうねって約束した。もう取り付けた、カホには。あとドラさんにも約束させた、絶対一緒にお酒飲もうねって。すぐだよって、私が二十歳になってすぐだよって。みんなその付近忙しいからとか言ったら怒るから言っときました。予約しといた。もうカホ忙しいから、いつも私の相手してくれないんです。そう、チカナはね舞台で忙しいんですけど、チカナ舞台で忙しいんですけど呼びます、私の誕生日だよ、私が二十歳になったんだから一緒にお酒飲んでよって言います。なんかよくおしゃべり会に来てくださった方とユナはお酒飲んだらどうなるかなって話してたんですよ。そしたらもうね、もうめちゃめちゃ強くて変わんないんじゃないって、もう今の感じと全然変わんないんじゃないっていう方と、もうあのもうめっちゃ悪酔いしそうっていう方と、もう両極端なの。だからでも私を弱そうだよねって人がもう一人もいなかった。え、飲めなそうとか言う人一人もいなかった。なこちゃんお酒弱そうだねとかもう言われたことない、一人も言われない。
そう、なんか悪酔いしそうだから気をつけてって言われた心配されてるよ。そう、誰一人として私に対してお酒酔わそうって言わない。なんか可愛いからみたいな、えなこは可愛いから弱いから全然飲めないんじゃないみたいな人もう誰もいない。もうみんな、えなこちゃん強そうだよねみたいななんかめっちゃ酒豪になるんじゃないみたいな青森の人は強そうとか、ね、東北の人は強そうみたいなイメージがあるんですよね。もうすっごい酒飲みになるしなりそうって言われる。でも私もなんとなく自信がある、その素質はあるんじゃないかなって思う。そう、すっごい変な辛み酒っていうんですかそう、メンバーに絡んで嫌われないようにねって言われた。ピエンピエン、そうゴリゴリのやつ飲みたいんですよね。どうしよう、でも初めてでさ日本酒とか飲んだらかっこよくない？だってわかんないけど、初めてでビールとか言ったらかっこいいじゃん。その響き大事だって、みんな何かこう甘いお酒飲んだって言ってるから、初めてのお酒何飲んだって聞くと大体みんなあの某なんだろう、甘そうな可愛いパッケージのお酒の話をするんですけど、飲酒配信はしません。変なこと言いそう、私わかんないけど。そうだからかっこいいお酒飲みたいなと思って。バンされるんだ。あ、ダメなんだそもそもね確かに良くないね。報告しますね、皆さんに。金魚ありがとうございます。もう明日です。もうあと、そうですね、あと1週間は変わんねえな。あと 1,2,3,4,5,6,7、 あ、変わんなかったですねあと7日です。そうじゃん、さっきもう今日を抜かして数えてたから、もう7日です。変わりませんでした。1週間毎日できるかな、まあ、できなかったら、あ、できなかったんだなって思ってくださいそう、抜けがあったら、あ、今日えなこちゃんちょっとできなかったんだなって思ってください。じゃあないよねってそう、あんまりさなんか決めてさ、この期間毎日やりますとかあんまりやったことないからちょっと不安、自分も。でも頑張るもんでもないけど、え、カラオケいつしよう。でも早く終わらせるとかあんまり溜めるとみんなの期待を上げるだけだから、そう、ささっとやりたい、しれっとやりたい。なんか別に今からカラオケ配信しますとか言わないで、しれっと歌って終わるみたいな気づいたら終わってたみたいなくらいがいいですね予告はしません。みんなが見てなさそうな変な時間にやりますいやね、
毎日するとは思うんですけど、皆さんはね、見れる時に見に来てください。あ、朝からもう私も声ガスガスみたいな、寝起きで声ガスガスみたいな、あーみたいな、あーせこいーわーとか寝起きで歌うのはきちい。そうですね。なので配信でこれやってとか、アイコンこれがいいんじゃないっていうのと、あとあとカラオケでこれ歌ってほしいっていうのを教えてくれたら嬉しいです。どこかしらで教えてください。皆さんにお願いをたくさんしてさあしんすませんなんですけど、よろしくお願いします。宛先はこちらです。どしどし応募お待ちしていますラジオみたい、ラジオでもこれはやんねえな、なんだろう、テレビです。ありがとうございます。というわけでそろそろ壇上を呼んで今日の配信は終わりたいと思います。宛先見れない、あれおかしいな、おかしいな、なんか不具合ですかね、ちょっと今日出てこないみたいなんで、じゃあ書いてないんですけど、メールやら SNS やらでお待ちしてますあ、 SNS の話はしましたけど、みんなのツイートとかはちゃんと見てるので安心してください。安心できないことを書いてるかもしれないけど、安心してください、見てるのでというわけで壇上見ます。はい、今日はどうしようかな。今日何にしよう。ラッキーアイテム、ラッキーアイテムにします。見なくていいです。見てますよ皆さん、見られてますよ。じゃあ今日のラッキーアイテムを発表したいと思います。はい、13位、千葉のあつおちゃんさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはブランコですブランコ乗っても転ばないように、落ちないように気をつけてください。12位、畑中直孝さん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはなんだろう、シーソーですなんかそう、行った公園にシーソーがなくって、そうシーソー乗りたかったなって思ったんです。でも最近の公園ってなんかよくわからん遊具とかありますよね。そう、でもなんか自分が乗っていいのかわかんなくて、なんか年齢制限とかあるじゃない、何歳対象みたいな、そういうの書いてないとちょっと不安になる。書いてたら、あ、何歳超えてるからちょっとやめとこうってなるけど、書いてないと乗っちゃうんですけど大丈夫かなってなる。あ、ごめんなさい、余計な話をして。11位、野々育さん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはあれです、ポットです。給湯器みたいなやつです。給湯器じゃないか、私この間お茶飲もうとしたら、そうポットが握手会じゃない、おしゃべり会場にあって、おしゃべり会の会場にあって、ポットでお茶飲もうとしたらポットの中のお湯が温まってなくて、めっちゃ冷たかったから、冷たいお茶で我慢しましたってだけです。ちょっと温めて飲んでください、熱いと思うんですけど。10位、西山博史さん、ありがとうございます。はい、ラッキーアイテムは
何にしよう。キーアイテムはペンです。マジックペンです。黒ペンです。この間黒ペンのインクが出なくてめっちゃ振ったら逆にインク漏れしてめっちゃダラダラになっちゃって、しかも油性ペンでめっちゃ大変だった。だから気をつけて振らないように。9位なおくん、あとトマトおけさん、ありがとうございますね。ラッキーアイテムはトマトジュースです。私トマトジュース苦手だったんですけど、中学生くらいになってから飲めるようになりました。トマトは好きだけどトマトジュースは苦手って人いると思います。私もそのタイプだったけど大丈夫、飲めるようになる8位タカタンさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムは携帯のフィルムです。フィルムつけてる派ですか皆さん。つけてない人っているのかな。でもいるよね、たまに。大丈夫って思う。よく割らないよね。私はフィルム命なので大事です。つけましょう。7位サリオさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムは空のペットボトルです。私ペットボトルの空って、そのペットボトルの袋がいっぱいになるまで貯めたくなっちゃうんですけど、さっさと捨てればいいのにって思って、でも今も貯め続けています。もうちょっとで袋がいっぱいになります。もうすぐ捨てますという報告。6位ドランキーさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはバスです。この間バスに乗ったらスイカの値段が足りなくて恥ずかしかった。スイカに8円しか入ってなかった悲しかったです。5位まこちゃさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはうーん白玉です。この間スーパーで白玉っ子探してたら30分ぐらい探してて、店員さんに聞けばよかったなって思いました。そう、最初から店員さんに聞くべきです、そういうのって。4位空白さん、ありがとうございます。ラッキーアイテムは袋のラーメンです。の袋のラーメンが食べたいからです。最近辛いやつね。3位クラクラアットマサマサさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはクラクラちゃんのクラクラちゃんの私が写っているリカさんの YouTube ですそう、あの動画めっちゃなんか個人的に嬉しくてよく見ちゃうんですよね。なんか暇の時に流したくなっちゃう、嬉しくて。2位かずちゃまさん、ありがとうございます。ラッキーアイテムはお味噌汁です。この間ねなんか劇場でお味噌汁飲んでたんですけど、熱すぎて、なめこのお味噌汁だったんですけど、なんか熱すぎてびっくりしたから水足せばよかったなって思います。気をつけて。1位かずきさん、ありがとうございます。どうしようかな。ラッキーアイテムは保冷剤です。この間なんか保冷剤をもらって、なんか暑い日に保冷剤をずっと握りしめてたら穴開いてそう穴開いちゃって、そう、それでなんか中のなんかゼリーみたいなのが出てきてびっくりした。気をつけてみんなずっとなんか揉んでたんです、冷たくて気持ちいいから。でもだんだんぬるくなってきて、そうぬるくなってきてやめようって思った頃にはもう穴開いてて、あらーって感じでした。私の握力が強すぎた、私の力加減ができてなかった。やっぱ怪力な。そうこの間なんかご飯食べてたら、あおしゃべり会の時になんかご飯が出て、そうご飯に
あ、ご飯がパスタで、パスタのフォークがついてたんですけど、そのフォークがね折れたんです。今折れたってちょっと巻きじくたりしちゃったんですけど、折れたんですよ。でもその私が食べる前にあるメンバーがね、あるメンバーさんがあの食べて折ってたんですよ、フォークを。フォーク折ってて、いやいやいや、そんなことあるんかと思って、そう、私の前にね、そう、ある人が折ってて、で、いや嘘でしょと思ってて、みんなもなんかその場にいた人もみんなもう爆笑で、なんか、え、怪力じゃんみたいに言ってたんですけど、もうその後に私が食べ始めたら一発で折っちゃってそう、それでだから、あ、私も折りましたって言って、あなただけじゃなかったすいません笑ってってそう、ちょっと怪力かなって思ったら、そのフォークがちょっと折れやすかったのかなってい う, そう、私が決して怪力なわけではなく、そう、もう一人折った人がいるっていうことはね、やっぱり物の問題かなって物、まあ、物は大事にしましょう。ちょっとね麺が固まってたかもしれないし、ちょっとねだって聞いたことある、麺にさ、パスタの麺にあのフォークが負けることなんてあるそうなんです。あ、私も破壊神の仲間入りにね、仲間入りしちゃうかもこれで。そう、あのみゆもね、あの破壊神なので、あのメイク道具を粉々にするという破壊神なので、私はフォークを粉々にはしてないですよ。折れちゃった、真っ二つに折れちゃっただけなんです。そう、短くしちゃった、パキッて。びっくりした、自分もまさか折ると思わずに爆笑してたのに。あ、終わっちゃう、終わります、あと1分。うう、おやすみなさい。そう、気をつけます、みんなも気をつけて。じゃあ配信見てください。これからも、これからもというか毎日すると思うので、私の力がある限りするので見てください。おやすみなさい、バイバーイ。勝手に消えるのを待っています。私は今勝手に12時になったら消えるかなっていうのを期待して待っています。まだです、もう少しだ。バイバイ、スクショタイム、こんなギリギリにおやすみなさい、バイバイ。あ、なった。